待ってくれてた。すいませんね、何回も切り切れで申し訳ない。日本も夏野菜の農薬量もタイと同程度。おお、日本も夏は特に農薬除去しないといけない。そうなんですか、日本もそうなんですか。夏野菜はの見方、え、どういうことや。鶏肉の見方、鶏肉の見方、またこれまた難しい疑問やな。さあ、ちょっととりあえず移動しよう。この小諸町はほんまにこう新しい町なんで、いろいろ面白いとこいっぱいあるし、買い出しとかもすごい便利な、あのヤマダ電機の入ってるあのでっかいイオンモールとかね、もう来たし、すごい便利なのは分かってるんですけど、ちょっと民謡酒場とかあの系がないんで、ちょっと一旦戻りましょう。では南さん、面白いことをどうぞ。きっと無茶ぶりって、ほら無茶ぶり。皆さんの米飛ばす、え、どこやねん、皆さんの米。どこ？皆さんの米。AI 疑惑に、うん？そこ？じゃあダメだぞ。ありがたい。助かります。面白いこと言うてもね、面白いことどうぞ、言うて。これできたらでもほんまの芸人やな。面白いこと、ちょ、なんかネタはでもね、ちょっと用意しとかなあかんな、ほんまに1個ぐらいは。これもね、大阪人としてね、ちょ、残しとかなあかんね、ほんまに。うわ、なんかラインも溜まってきた。ミーナさんの米に鶏肉のピカタ、あ、鶏肉のみ、え、え、どこに入ってんのそれ。なんや、俺のこの、え、入ってないし、なんやこれ。更新できなかったコメントがありますいうパターンか、これ。またくっそー、俺もスルーされました。スルーしてくんなぁ、ほんまに。あー、なんかでも電波弱いな、ここ。南さんならやってくれると思ったんですよ。みなさんの米が鶏肉のピカタで、鶏肉の味方、何しよう、面白いこと、鶏肉のピカタで鶏肉のピカタやろ。鶏肉の見方、なんか違うな。全然面白くもないし、ただ単にちょっと似てただけ。演技派？俺？演技派男優なんかな、俺。ちょっと新しいなんかところ開発してんのかな。でも混乱してる、そんなにこだわらなくてもよかった。ちょっと助かった。この時間のツイキャスのサーバーに負担。ツイキャスのサーバー問題。何の CM 予定あれ？鶏肉のピカタ？ああね、こんばんは。あ、デイジーさんどうもこんばんは。あの、南翔です。で、あ、そしてね。小さい頃実家のシンクに書き方、鉛筆の持ち方練習、グリップ方法が落ちてるわ思って、指でつまんでじっと見るとばあちゃんの察しはうわ
なんか今目に見えた。入れ歯はきついやろ。あ、なんか金全然ない思ったら、俺さっきからポケットに突っ込みまくってるぞ、小銭に。ポケットから出していけるやろ。いけそうやけど、もう一回整理せんとあかんない。これ1円、え、230円か。ちょっとずつ足らへんな。お、ちょうどや。何で来た。あ、県庁前まで来たからよかったな。ありがとうございます。あ、でも途中で降りても大体一緒や。 OK、 これええねん。なんか反応せえな、俺。なんでやねん。俺のネタやった歌。これ俺のネタやった歌って、あの羊の手やな。羊ちょっと作らんとな、このテーマな。沖縄ね、あったかくないんですよ今日ね。結構寒いんですよ。あの俺3枚重ねしてるの。それはもうあの一番インナーの部分もあの渋丈の T シャツにして、それでも寒いですよね。おばあちゃんね、歯が使ってよかった。そうそうそう、それはそうやな、確かにな。見つけた人間にとってはシュールやけど、見つかった人間にとってはありがとうやね。そうそうそうやね、そうやね。さあ、URL 戻ってきましたよ。戻ってきましたよ。でも来るときついたくってしもだけどね。明日ね、ちょっと一日晴れるらしいんですよ。今日はもうちょっと雨にやられたけど、それに期待して俺はワクワクしてるんですけどね。これでもあれやね、こういうこのちゃんと一応こう、ここはね吹き抜けてるけどね、こうやってこう壁のある感じいうのはいいですね。この風があんまりゴンゴンゴン来へんっていうのはいいですね。沖縄寒いんですよ。あ、名古屋も寒かった。大阪もね、出るときはまあ朝やったからね、それ知らないけど寒かったっすよ。あのみんなダウン着てた結構。完了です、頑張って。あ、マジですか。じゃあ準備の後を楽しんでください。もうなんかのテーマソング流れてきそうやな。M さん、バンコクの風はあ、ぬるま湯いと思うけど、っていうか暑いと思うけど、こっち寒いわ。 M さん、ええとき来たよ。ちなみにこの M さんはあのあれね、あの沖縄で待ち合わせし、あの首里城で待ち合わせしたね、あのバンコクの友達のね、 M さん。テーマソング作ってて、いやだからジンさん、またループやんそれ。ジンさんがあのあれやからね、あの歌詞担当やからね、そっから始まるからね。まあでもテーマソングはね、作ろっかほんまに。テーマソングやからね、短くていいでしょ。そんなあの配信始まるときにそんな長いこと3分間も歌流れてから配信始まるって、そんな配信嫌でしょ。あの10秒ぐらいでいいよね、長くても。もう短かったらもう3秒とかでいいんちゃう。あ、 M さんの歌か。あ、 M さんの歌ね。 M さんのテーマソングか。 M さんのテーマソングはじゃあ作るよ。 M さんのテーマソングを作る。 M さんのテーマソングやったら俺だいぶ作れそうや。
自分のテーマソングは何したらいいんかよう分からへんけど、俺人の作るのはまあいけんねん。ブンブンハローツイキャス。こしていきますか。ブンブンハローツイキャス。今のビートちょっと良かったな、最後ツイキャス、いいな。3秒はただの効果音か、分かった。じゃあ7、8秒にしよう。あ、そうか、 YouTube か。あ、それ YouTube やな、それよかった。シンプルによかったって言われたらなんかかえって恥ずかしい。電車参りますよ。電車参りますから、俺切った方がええんかな、コメにした方がいいんかな、どうしようかな。こっちやろ、車線。とりあえず一回切りますか、これ。あ、入ってきた。ユイレールが入ってきた。博多の塩のテーマで、ひなびのキャス。じゃあ、とりあえず乗りますよ。とりあえずは乗りますよ。大丈夫です。
ついた。いやようやく喋れるようになった。回答間違えすぎて口にバッテンマーク貼られとったんだよね。そこから帰ってこれました。やっと言えないから言えなき子。そうか、そうだな、そういうことやったんか。もうまた来た言えない子ね、うん、言えないしね。そうなんですよ。そんなことでね、言えないしからね、言えなき子にやってきたんですよ。でまたおかもちの話やもんな。
でまたタイムタイムタイムとまたあれなってんねん、テーマソングなってんねん。そんなこと言いながら、おい切符どこ入れてんほんまに、ちょ切符赤お前、ね、バッテンマークねずっと貼られたからね。よかった、これで南さん復活でーす。キムと一緒なんや、そこも一緒なんや、どこまで似てくるんやろ俺たち。あえてこれ上行ってみようか、これ初めてや、こっちから行くの。おかん持ち怖っ。これでも俺こっち向かってるけど、こっち向かって何になるんやろ。とりあえずなんかホテルの方向かって、まあでもあれしようか、ちょほんまに寒いからちょっと上着は持ってこいよ。それとあ、せや帰らないかんり、弱かった、俺お金がないんや、金なき子や。ちょっとホテルにちょっとお金を補充にかんと、これやばい。あ、オフ会はちょっと残念ながらね流れてしまいました。あのメンバーがねあまりにも少ないそうやわな。ということで仕切り直しです。あのっていうか俺もねオフ会とか言いながらね、えらい偉そうなこと言いながらね、何をどうしていいかも全くわからないんですよ。でね、あのちょっとなんかこう、例えばオフ会ってどうするのみたいな、その TPO を知ってね出直してきます。お盆にねできたらねやりたいなみたいな。お金ないんですよね、金なき子。タイムタイムタイム、もうタイムじゃないな、マネーマネーマネー、それもかっこいいなということで仕切り直しで、今度だからお盆にできたらやりましょう。あらーってのは、まあそんな感じでね、 PTA に聞いてきて、 PTA にPTA に聞かないかんの俺、それ怖いな俺。ちょっと PTA という言葉がこれ職業から怖いんよね。うわ、それでもな、11人の中に誰がおるかわからんからな。熟成やったらちょっとそれは流してや。あの職業からね、やっぱりね緊張するんよね PTA 聞くとね。あのね先生としてはね、やっぱりねこう一定のね緊張感を持って臨まないかんよね。そういうことなんやで。ちょっと小雨降ってんな。関西やったらぜひ参加させてくださいね。あ、それをね言うてもらうのは嬉しいですね。今度はもうぜひぜひキラーワード PTA にチクるぞそれね、マジで皆さんもドキッとするわよ、ほんまにもうドキッとするわ。ジンさん実は熟成、ちょでもほんまに、でもな、熟成って打つのも早いし、ある意味返すとかもな、やっぱ上手いやつもおるからな。ひょっとしてマジで熟成やったら、あのもし熟成やったら言うてね、ほんまにあのここで言わんでいいから、あの授業始まった時言うてね、ほんまに。俺ずっとピエロなの、ちょっと怖いわ。今回ね関西でねそうやろうとねしてたんですけどね、ちょっとまあそれはそれでね、ちょっと出てない方が5人ぐらいね、まあ12人、まあ確かにそうやな、これちょっとやばいかもしれない。タイ語で負けてちょうだい、ロッラカハイモイですね。ロッ、まあまあそこは負けるですね。でもロッだけ言うとあの意味も通じにくいと思うので、ラカお金金額、ロッラカで、はい与える、その状態にするみたいなことですね。ロッラカはいで、ノイはちょっと、ロッラカはいノイですね。あ、そうや、だから語学枠するって言うてたもんね、それやらんとあかん。スーさんもおるし、これ
強いね、この辺。戻ってきた。本とか言ってなかったらじゃあ忙しいそれな背骨を潰されてもおかしない。でも一応あえて言うけど、先自由に喋れる時間がやった。一応真面目なこと言うけども、あのお盆もお盆の方が期間が短いんで、ちょっとどうなるかは分からんかな。でもまあとりあえずね、できるだけやるつもり。皆さんにね、会いたいのは会いたいんですよ。あの、会ったら絶対また顔を見てね、お話しすると、やっぱり、本当にね、人間になってくるか。まあ、それでね、あの、なんて言うんやろ、こう、あの、それがこう、顔がさすいう部分もね、あるから、もちろんあれやけど、もちろんね、そんな、あの、参加もね、自由な話で。僕はね、顔が見えた方が、ちょっとね、あの、そもそも木村さんの時がね、顔見えてっていう形やったんでね、あの見えたら嬉しいなあいう、まあそういう話ですよ。ちょっと負けてクラップ負けてクラップは通じんな。閣下受精を、あれか韓国語か。ロナカララカですね。ロラカラカですね。ラリロレロのラです。ロラカハイのですね。トゥ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 、あの高さで言うとトゥ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 ロッラカハイノイですね。語学語学ワクワクうまいうまい。ラップやインフンデル。ディスカウント OK、 あディスカウント OK 通じますよ、通じます通じます通じますね。関西のおばちゃんみたいに日本語で押し切る、あそれもね結構通じますよ。ロッダイマイダイマイか、あそれいけますよね。それね、そっちの方が分かりやすいかな。ロッダイマイカあのトゥ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 ね、トゥ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 ロッダイマイカですね。河内松原わかりますよ。河内松原わかります。河内松原はそもそもあの俺が何歳やったかな、まだ1歳になる前か違うかな、ちょっと忘れたけど、1歳かなんか そこらでなんか住んでたらしいですよ、俺あの親が。で僕は記憶にないんですけど、ね、大丈夫、部屋に誰もいないですよ。いない怖いわ。もう赤字や、ほんまや赤字や。これはちょっと切ろう。演歌歌手ですか。演歌歌手はどこから来たんや。河内松原の話、バンコクにいた時は月に1回はオフ会やった。あそうなんすか。じゃあスーさんめっちゃそこら辺の仕切り、あれあちゃいますかな。そうか、あのその地名がね結構 やられてたんだよね。河内温度、うん河内、あまあ、とりあえず切ります一回。